Uau! やめて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 。Uau! さん、はい、クレマグです。おはようございます。ウランです。ミソ。サミです。はい、何ですか？今日もですね、再びかまいたちさんが大好きということで見てくれたかな、あのマクドナルドのやつ。見てね。言ってみてほしいな。誰も言ってね。ちょっとあの見てくれるまでやり続けようっていう。あ、そういうことで。でも、はい、最近メイもかまいたちさんの YouTube 見てる。え、でしょ？だってマッサージしてる時かまいたちさんの YouTube。これ流しながら。面白いっすよ。はい、というわけで。本日はミスタードーナツベスト5やっていきたいと思います。イエーイ。それではやっていこう。せーの、マグネ。うわ、いい匂いする。もう無理。何だっけ。秘密。第5位は。こちら。お、わー。ストロベリーリング。お、イエーイ。なんかこれはメイがよく小学生の時に食べてた。やつです。なんか分かる。なんか懐かしい。懐かしい味がするの。あとは調べとこう。なんて言ったって、うん、このコーティングされてんのが麺が好きなの。分かる。なるほど。マジで美味しいです。いただきます。実写。うん。どう？すごいよだれの。美味しいか？このさあね、このふわふわすぎるよね。な。うん。美味しいです。このさ、いちごさ、ちょうどいい甘さだよね。そう。めっちゃ甘ったるくもなく、そう、ちょっと甘酸っぱい。わかる。私は初恋のような味です。え、初恋の初恋の味。はい。確かに確かに、そうなんだ。続いて、はい、第5位の発表です。ババンバンババンバババババババン、どうぞ。でで、エンゼルクリーム。カスタードじゃない方はね、生クリーム。わかる、わかる。もううちね、もう本当にちっちゃい時はこればっか食ってた。わかる。もうカスタードじゃないとかがいい。カスタード買われてきた時の心情よ。わかる、わかる。クリームかなって思って食べたらカスタードだった。ああ、別にカスタードが美味しくないわけじゃなくて、これが食べたかったのにカスタード来た時の絶望感。いただきます。うわ、絶妙な甘さ。私はこれとカフェオレをよく飲みます。ああ、カフェオレっていうの？カフェオレは甘いよ。ラテラテ、カフェラテ。以上で、エアちゃんの第5位。第5はエアの第5は第5どうぞ。エアの第5はどうぞ。私の第5位はデデーン。あー、わかる。シュガーレイズド。うまい、うまい。こちら大好き。うまい、うまい。嘘。シンプルなんだけど、すごい程よく甘くって、なんか揚げパンみたいな感じ。そう、いただきます。なんかね、空気食べてるみたい。空気食べてるみたい。ふわふわってことね。そう、本当に低反発よりも低反発。それでは、はい、第4位の発表でございます。はい、ダンダンダダン。ダダダダンダダン、どうぞ。出てるけど、これはね、食べたことない。なんかコンビニにもこういうのって売ってる。でもここのがマジで美味しい。でもコンビニはちょっとパン感がある。そう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 、パン感がある。今日パン来てます。これマグネックからもらいました。かわいい。これはね、美味しい。砂糖がね、いっぱい。いただきます。あさみちゃんから食わせてもらう。うん、もちもちなのよ。美味しい。うん、チュロスみたい。チュロスじゃん。チュロスじゃない。チュロ、チュロなんだ。ハニーチュロ。ああ、そう、チュロスって言うの絶対。ハニーか。ハニーチュロ。あ、ハニーか。なんか、ね、砂糖ではなかった甘さが。蜂蜜なのか。いや、ハニー、ハニーだから。これでは、続いて、ブランチャーズ発表です。デデンデンデデン。デレデデンデデン。わっしょい。こちら、デデン。見ないな。こちら、エビグラタンパギでございます。食べたことない。私もじゃあ早速初めていただきます。おぉ、うーん、匂い嗅がして。あ、ほんとだ。グラタンだ。出来たてに当たった時、あー、上がってきたっていう時には必ず2個買います。
あのご飯として食べたい時。で前フラダンス習ってたんですけど、フラダンスの教室の下がミスドで、ちょっと早めに行ってご飯食べてから行きたいみたいな。ミスド行くためにフラダンス通ってたの。そういうとこもある。なんかご飯系もあるのが嬉しい、私にとっては。いい、食べてみて。フラダン、うまっ。フラダンだ。すごい。続いてボクシン。お前ら、いい加減しろ。どうぞ。昨日ね、録音を送り合ってたんですよ。なんか、急にね、これが送られてきて、聞いてみて、鼻声、どうして来たの、だから見て似てるって送って、見て来てたから、見て暇なの。君たち。うるさい、うるさい、うるさい、うるさい。続いて、パロンパンパロンパロンパン、ハニーディップでーす。うわー、こうやっちゃいたいよね。いただきます。どうぞ。わーおわーおうるさい、うわーおうるさい、うわーおうるさい、うるさい、今、冷やさないから、やめて、やめてよ。何何ふわふわなんね。なんかふわふわポンデリングのふわふわバージョンって思ってくれたらいい。味はポンデリングに似てる。じゃあ今から楽天禁止で説明して。ポンデリングに似てる足。へぇ、臭い足。臭い。臭いね。こういう生地が好き。うちドーナツね。うん、なんか甘いでしょ、ちゃんと、うん、食べる。おいしい。うん、続いて第3位の発表です。はい、これ開発した人天才。いや、マジでさ、どう、うん、ちっちゃくなったね、すごい。ちっちゃくなって、ちょっとどこ食べたかわかんない。本当だ。え、そういう手品はしてるの。はい、すごい。はい、すごい。何やったのとか。はい、って言ってるだけでしょ。うん、美味しいね、これはマジで。王道だよね。そう、この生地が好き。もっちもちの、なんとも言えない柔らかさ。いろいろあるじゃん、ポンデリング。あれあれ、味ね。いちごとかもあるじゃん、さっきの。でもこれが一番好き。わかる、わかる。では、私、続いて、ブランさんの第3位を発表します。はい、お願いします。ドゥルンドゥルンドゥルルルンドゥルン、どうぞ。ジジェーン。え、ポンデちぎりパンキーマカレー&チーズ。すげー。これは今出てるやつで、ポンデちぎりパンっていうやつなんですけど、もっともちもち、すごい体にすごい、そう、すごいいい匂い、惣菜系なんですけど、これもチンして食べるともうさらに美味しい。あ、そうなんだ。私はあの最近エステに行くんですけど、まあ、エステの下にもなんだ、ねえ、水がいらっしゃるんです。そういうのもなってる。そのためにエステ通ってる。あ、違う、そうなんだ。違うよ。まあ、そこで見つけて初めて食べまして、感動を覚えました。うまい。うまい。お仕置きしたい。ありがとう。こんなご時世なんで。こんなご時世なんで。ありがとう、こんなご時世。うまいよ。うん、カレーだ。もうちょっとしたおやつにちょっと味濃いの食べたいなみたいな、甘い系じゃなくてねっていう時は絶対これおすすめします。チーズが濃厚。ほうほうほう。なんかやっぱりご飯系というか、しょっぱいもの欲しくなっちゃうんだよ、私は。なのでこちらをもう見つけたらすぐ買います。感動。でもあんまりない。ないんだ。だから今日早めに行ったから全種類あったからよかったんだけど、もしかして並んでたの。いや、オープン前から。そう、オープン一応前に並んでましたね。うん、あ、ゲットしたかったから。だよね。うん、ガチ勢なの。すごいな。え、美味しい。これはみんなにも食べてほしい。次、どうぞ。オッケー。あ、第4の第5話3位だ。デレンデンデレン。おぉ、デレンデレン。おぉ、え、次私の第5だ。私、これのカスタードはあまり好きくないんですけど、やっぱクリームは最高に好き。いただきます。うまいよな。
あれミスドってさ、生クリーム追加でもらえるの知ってた？え、食べちゃった。そう、もらえるんだよ。うん、だからカップに入れてくれる。パンでみたいにしても食べられた。そうそうそう、30円だけど、めっちゃ安かった。うん、ぜひやってみて。うん、なんだろうね、こんなさ、周りに砂糖ついてんのに全然さ、甘ったるさを感じないっていう。そう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 。で、天才。続いて、お、もう第2位だ。2位だ。あさみさんの第2位の発表です。でれんでんでれんでれんでんでん、たらん、こちら。おー、え、嘘。え、なに、エンゼルクリーム。おー、やった、コップコップ、すげー。メイもね、やっぱカスタードじゃなくて生クリームが好き。でもそっちの派の人多いと思うな。うん、でもこれは本当に美味しい。うん、邪魔してくれ。邪魔すんの。多分そんなに甘いのが得意じゃない人でもこれは好きだと思う。うんうん、だから、ね、生理前によく食べたくなる。あー、わかるかも。かいつもは惣菜系とか食べてるのに、すっごい食べたくなる。うん、生理前におすすめ。生理前どうなの。生理前おすすめ。はい、私の第2位。デレンデンデレン。ダラ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 。ステロステヤステロステバテトン。モーニング。これっしょ。いや、これは強い。スタンダードで頼むメンツに毎回いる子がこの子。いただきます。本当にもちもちだよね。うまいです。で、おすすめの食べ方があって、うん、持って帰ってきた時に、うん、10分から20分ぐらい冷蔵庫に入れてください。そうするとこの砂糖が固まって、うん、パリパリパリって。おいしそう。食べれるの。本当に。じゃあやってみよう。マジでおいしい。はい、私の第2位の発表です。ででん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 でででん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 。ドーナツポップ S。 あんの？ある。うち行ったとこなかったんだけど。私がこれで売ってる。そう、幼稚園の頃からこれ私食べてるんですけど。実感とかあるわこれ。そう、なんかいろんな味を楽しめるのね。まずそう、並べてみたら一回ここに。オールドファッション2個入ってる。そう、へえ。それってランダムなの？いや、決まってると思うよ。決まってるの。ででーん、こんな感じ。いただきます。いろんな味楽しみたい人はこういうのいいよね。いい。食べるこれ。え、初めて。戦力外食べる。戦力外です、君。まあ、もうバカにすんな。ん、チョコだ。うん。美味しいの。うまいよね。食感楽しい、ザクザクしてて、ね。このサイズでちょうどいい。うん。あー。続いて、はい、第1位の発表です。これしかない。いや、あんたまだ。何やそうそう。でれでれでれ。どうぞ。どうぞ。オールドファッションハニーです。やっぱメイはこの砂糖付きなのが好きなんです。食べたことない。え、それも？なんかメイハニー系ばっか出してる。うん、それも。結構さ、オールドファッションで重いんだけど、うんうん、いっぱい食べたいときは絶対これ頼む。あー、そう、なんかお腹にたまる、これは。あー、いただきます。なんかオールドファッションでメイあんま食べたことなかったんだけど、うん、砂糖が乗ってるから一回買ってみたの。うん、マジでうまくてハマった。これ初めて見た。甘いの？うん、食べる。甘いだろ、それ。そりゃ甘いよ、これがかかってんだから。うまい。ちゃんと蜂蜜。ずっしりめのドーナツ、うん、これは。うまい。続いて、ウランさんの第1位の発表です。お願いします。ダダンダンダダン。ダダダダンダダン。どうぞ。ディリリリッディリーン。これだ。オールドファッション。ババーン。先に言えるなよ、お前。絶対そうだとね。だって、いやさ、今日買うときにさ、あー、絶対ウラン、ワールドファッション。オールドファッション。オールドなと思って。私はもう、オールドファッション愛してやまね。何がそんな好きなの？なんか本当にうちってシンプルなのが好きなのね。好きだよ、ポンデリングとか、これも好きなんだけど、うん、やっぱり素材の味を一番活かしてるのが好きだなっていうのがあって、マジでオールドファッションばっか食ってるかもしれない。そうなんだ。食べたことないんだよね、そのスタンダードは。うん。なんか、ザ・ドーナツって感じがすごいして。うん、ドーナツって感じ。なんかチョコついてるやつもあるんだけど、うん、なんかいらないの。これだけでいいのも。マジで、ママに普通にミスド買ってきてって言ったら、絶対これ3つぐらい買ってきてくれる。牛乳と合いそうだよね。普通にアイスミルク頼んでこれ食べる時もある。なんか朝ごはんとか普通にこれと牛乳食べたりする時もたまにある。足りるんだ。え、3つぐらい食います。
オールドファッション3つでも全然飽きない。すごいねそれ。なんかいや絶対飽きると思うんだけど飽きないんだ。飽きない。オールドファッションはマジで飽きない。だからうち王将で働いてたじゃないですか、うん、で結構あのおじさま方に私好かれまして、うんうん、その頃からパパ活してたんだ。そうそう、ミスドで働いてる方がいらっしゃって、うん、でその方がうらんちゃん好きなのないのみたいに言われて、私は本当にオールドファッション好きなんですよ、うんうん、って言ったら次の日あの箱の一番でかい箱、うん、10個オールドファッション買って持ってきてくれて、さすがにマジっすかってなったけどめっちゃ嬉しかった。へえ。でも本当にオールドファッションはなくなってほしくない。じゃあ私の第1位です。お願いします。こちらデデーン。わー、ワンネリング。これも3人あったね。ね、だね。ミスドで一番愛してやまないのがこのポンデリングです。初めて食べた時のあの感動を忘れません。こんなにもちもちでいいのか。そしてこの砂糖が好き。エアのお尻みたいにもちもちです。うん、もしエアのお尻食べたいなって思う方はポンデリング買ってみてください。それで我慢してください、はい、うん、一個一個いく派ですね。食べ方分かれるよね。麺も一個一個だな。うん、もう美味しい。私も6個目買ってたの。お前もか。ねえ、初めて見つけたんだけどこれ。ん？何これ？ポンデリングのプレーン。プレーン食べたことある？なあ。嘘。普通に美味しい。だからうちさ、オールドファッションみたいにプレーンが好きで、うん、ポンデリングのプレーンないかなってずっと思ってたの。うんうん、だから今日初めて見つけて、うん、えっと思って。食べてみ。あるんだ。いただきます。うち砂糖いらないもん。嘘。梨の方が好き。うん。うん、え、美味しい。え、うちこれ好き。2位これにしようかな。もう終わってる。プレーンうまい。エアでもやっぱ砂糖好きの方が好き。なんかボンデリングの生地の味が好きなのね。うん、でなんか砂糖いらないなって正直思ってたの。うまっ。感動。実家だと、うん、ミスド買ってきてって言うと、うん、あの大きい箱 2個買ってくる。一緒。エアの家もいろんなの選べるようにママが、ね、こう何種類ガツガツ入ってて、で好きなものを取って食べる。でもさ、不思議とあれってすぐなくなるよね。そうなの。だから取り合いだもん。あの多分兄弟いる方分かると思うんですけど、うん、もう買ってきた時点でもう取り合い。うち兄弟とじゃない。ん？取り合いするの。誰？パパ。あ、パパ甘いんですね。ママ甘いの好きだから。どうやって取り合いするの？ダン。一番食べるって言ったよ。以上です。以上です。皆さんどうだったでしょうか？私たちのベスト5はこちらでした。結構やっぱかぶるよね。多分みんなも分かるって思っていると、でもなんか食べたことないやつあるから、うん、結構みんなのおすすめも教えてほしい。これ美味しいよとか、うん、例えばこういう食べ方もあるよみたいな、うん、ミスド知恵袋的な感じにしてほしい。コメント欄知りたいね。お願いします。お願いします。ミスド店員の皆様、こちらの方にコメントお願いします。お願いします。そしてこの動画をかまいたちさん今見てくれてるなら、いません、ぜひあのコメントお願いします。しねえよ。大好きです。サメでもモロパクリでやらせていただいております。パクリって言うな。参考にさせていただいておりますので、ね、はい、大好き。次もなんかどんどん真似してこう。ただ会いたいだけの人になってる。絶対そう。ごちそうさまでした。いかがだったでしょうか。ミスドのビュッフェに今度は私は挑戦してみたいと思います。ごちそうさまでした。